皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日は新しいセットのご紹介です。まあここにあるんですけど、もうかなりカラフルなセットだと思います。こんな感じで寄せ集めです。セットの寄せ集めっていうか、まあ1年ほどかかってこれが集まったかなっていう感じです。急いで集めたわけじゃなくて、気が向いた時にで、いいタイミングでちょうどこの売ってた時、ほとんどハードオフなんですけど、寄せ集めセットです。普通その新しいセットっていうと、もう最新式のね、最新式のすごくいいセットをこうバーンと紹介するんですけど、私の場合はもう皆さんがいつもご覧になっていただいている赤いセット、赤いセットがもう私の中ではあれ以上のセットがもうないんです。あのセット本当に音がいいし、私のまあほとんどあれオーダーで作ってもらったやつなので、私のもうイメージ通りの、まあ、材質にしても、そのなんていうの、性能にしても、私のイメージ通りのセットなんです、あれ。なのであれ以上のものはもうないので、今後私が何か新しいね、もう何百万もかけてすごいセット買いましたっていうのはもうないです。もうあれ以上のものはもうないですね。もうこの後、そしてドラムなんか何年できるか分かんないので、もう今更あんなね、何百万もかけて新しいセットっていうのはもう買う予定はありません。で、私の場合はもうこれはもう瀕死の状態だよっていう、そういうセットを買ってきてリペアして、まあ、オーバーホールしてリペアして、そしてもう一回頑張ってもらうという流れです。で、今回集まったのはこのセットなんで、ちょっとご紹介したいと思います。まずどれからいきますか。まあ、こっちから見ると、まあ、こんな感じなんです。サイズをまず言いますね。バスドラが24の16、そしてフロアが18の16で、このタムが、赤いタムが14の12で、このナチュラルウッドのやつが12の12、この緑色がこれなんだっけな、7、あ、違う、10の7ですね。そしてこのシルバーのやつが12の7です。ちょっとぐるっと回っていきますよ。まあ、後ろから見るとまあこういう感じです。ここのレイアウトがちょっとあれですよね。イアン・ペイスを彷彿とさせる。これ正直叩きにくいんですよ。すごく遠いんで。でもまあとりあえずこのこういう感じでいこうかなと思って。10のタムなんですけど、このドラムはパールですね。パールの、なんだろう、ちょっとシリーズが分かんないんですけど、実はこれカバリングだったんです。で、もうこのカバリングに、もうめちゃくちゃいろいろこう書いてあったんですよね。もうボロボロの状態で、もう、なんですか、もうクレイジーなんとかとか、そんなような感じ。それは全部私が剥がして、で、色を緑色に塗りました。で、裏側見るとこれ黄色くなってるんですね。実はこっちも黄色なんですね。これ、うん、まあこれ黄色ですね。ものはいいですよ。非常にいい音がするので。で、フープとかこのラグ、これはもう全然使えない状態だったんです。なのでこれが私は新品に取り替えて、そして再生してあげました。これは私がもともと在庫で持っていた部品をつけてですね、で、ここ穴開けて、で、うまくね、やりました。で、こっちの銀色のシルバーのやつが、これだけブランド違うんですよね。これ、タマのスーパースターです。で、バーチシェルなんですね。バーチのシェルで。これも非常に音いいです。で、このやつは状態が良かったんですけど、これ間違えたな、裏と思って反対につけちゃいましたね。あ、逆だ。
まあいいや、これちょっと叩いちゃったんですよね、さっき新品のヘッドだったんですけど、なんでこれ裏が CS になってんのか。まあいいですということで、裏表逆につけちゃいましたけど、これはいいですよ、あの音なかなかいいです。後で、ま、もう一回ヘッド買わないとダメですね。これバーチェルで、このやつは状態が良かった。で、なんでこのタマを買ったかというと、あのこのスタンド持ってたんですよ、私たま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 これを持ってたので、もうタマのねちょうどいいやつがあったので売ってたので、これを買いました。タマのドラムも私別に嫌いじゃないです、音いいで。これは1年前に登場したやつです。1年前に私があのカバーリング剥がしてウレタンを塗ったっていうやつなんです。まあこれをずっと、一番古いのがこれで1年前です。で、このやつなんですけど、この赤いタムなんですけど、白だったんです。だから前使ってた人が、あのカッティングシートを貼ってたんですよね。で、ご覧の通りこのエンブレムがなくて、で、上下とも白いヘッド貼ってあったので、中身が見えなかったんですけど、実はこのラグっていうんですけど、これがですね、1980年当時にスタートした、スーパーグリッパーっていうやつなんです。で、このスーパーグリッパーっていうのは、安いセットじゃなくて、上のグレードのセットで、私これを見た瞬間、わっ、このやつは相当いいやつだぞということで、ハードオフでですね、ちょっとあの店員さんにこの、なんですか、チューニングキーを借りて、外したんです。そしたら案の定、ファイバーグラスが塗ってあるシリーズ、まあ、ジャイアントステップアーティストっていうモデルがあったんですけど、それだったんですよね。もう即買いですよ。で、白だからもう、あれか、もう色自分で塗ろうかと思って、家に帰って全部、まあ、サビだらけだったんです、このラグも。で、これはちょっと後付けで私が持ってるやつをつけたんですけど、このフープなんかももう全然使い物にならない状態だったんです。で、外して、この色ですね。少し剥がれてたんですよね。あれ?と思って剥がしたら、実はなんと赤だったんです。まあ、ちょうどいいなと思って、これはもうすぐ買いました。このバスドラについてはファイバーグラスです。これも1980年代ですね。ファイバーグラスの、これですね。ファイバー、まあちょっと光って見えないですけど、ファイバーグラスで、もうこのバスドラももう本当にひどい状態だったんです。もうベコベコになってですね、そっちから見た方がいいかな。もうカバリングがもう、まあ今もなんとか持ち直したんですけど、もうここがもうほら、もう波打っちゃってる感じで、もっとこれひどかったんです。傷だらけで。でまあちょっといろいろアイロン使って直したりしたんですけど、まあ物はいいですね。ファイバーグラスですから。そしてこのフロアタムが、これがですね、カーボンプライメープル、これはいつだっけな、2000年ぐらいですね、2000年ぐらいのモデルで、このやつも悲惨な状況でしたね。相当悲惨でした。もう、まあ、ここもちょっと傷ありますけど、これずいぶん私ウレタンをですね、ウレタンというかそのポリエステル樹脂を吹き付けたので、まだこれかなり綺麗になってますけど、もうめちゃくちゃでしたね、これも。で、このフープとラグがなんか売ってないのかな今なので、もう錆を一回落として塗装し直してっていう感じで組み上げまして、これ足とかこの辺は全部新品ですね。金具関係とかこのネジは全部新品です。まあこんな感じですかね。まあシンバルとかはもういつも通りのやつでやってますけど、あとはこのスネアドラム、これちょっと後からまたお話ししたいと思いますけど、
すごいいいスネアがあったので、でこれフープが上も下もブラスで、シェルはですねワンピースなん、あ、ワンピースというかこのシームレスシェルって言ってつなぎ目がないんですよ、ね、でハンドハンバリングで、まあ、要はその職人さんが全部打ち込んでるやつです。パシフィックドラム&パーカッションというメーカー、まあ言ったらこれ DW なんですけど、このスネアめちゃくちゃ音いいです。ということで、まあこのセットをしばらく可愛がってあげようかなと。幕の内セットっていう名前を付けました、私は、これは。もう色もバラバラだし、いろんな材質も全然違いますしね、1980年から2000年までの間のモデルが全部集合したというような、しかもメーカーも違うし、しかもこれ逆にまあいいでしょう、もうこれで行くしかないと思います、ね、これで行きたいと思います、ね、という感じで今後ともこの幕の内セットをどうぞよろしくお願いいたします。以上です。